私たちはアミンチュを応援しています。みんなでニュースを作ろうよ。不思議で楽しい滋賀県をいっぱい見つけるプリン。知ったかぶりガイツブリ側になって、僕らが取材に行くよ。それが知ったかぶりガイツブリニュース。この番組は個別指導学院フリーステップ改正教育セミナーディアライフの提供でお送りします。無料カフェでお住まい探し、コンシェルジュがお出迎え。40種類以上のお飲み物とタッチパネルでのんびり物件チェック。今すぐお考えでなくても遊びにいらしてくださいね。売り込まれないからストレスなし。大津でお住まい探すならピアライフへ。僕はアリツブリ、知ったかぶりかいつぶりニュースの時間だよ。みんなで滋賀の面白いニュースを作る番組やで。今日は守山市のベーカリーレストランサンマルク守山店さんからオープニングをスタート。こんにちは。守山市播磨田町にあるベーカリーレストランサンマルク守山店さんでは、店内で焼き上げた食べ放題のパンと相性抜群の料理を選べるコースが大好評。ランチコースもリーズナブルで人気でございますな。それでは早速ニュースを作ろう。ロボ、取材に行ってきて。それじゃあ行ってきます。はい、ってく行き先。ここは安市の琵琶湖マイアミランドでございますな。痛みによらず夏場に強いロボです。今日は琵琶湖環境フェスタに来ました。見て知って食べることで琵琶湖の環境について学ぶお祭りでございますな。早速レポート開始です。まずは地引き網で琵琶湖の魚について学びます。会場には琵琶湖の環境について学べる展示や体験コーナーがたくさんございました。あ、沖島のよそ者コロッケ。コロッケを食べて学びたいのですが、コロッケなくなりました。すいません。もうないんですか。残念。今度こそ食べて学びます。バーガー売り切れちゃいました。またしても残念。わかりました。また来年来ます。会場ではアミッチショーも行われました。一緒に歌って踊ったり、安野さんも登場して琵琶湖の環境に関するクイズ大会で楽しみました。今日は一日琵琶湖について学びました。最後はやはり琵琶湖体験です。琵琶湖を学んだ今なら水の中もきっと大丈夫。そんなにピリッと来ない。
さんが頑張った子がいるお家を訪ねる褒めラッタ。今回は草津市の葵ちゃんのお家へ。パパが単身赴任になってから葵ちゃんはお母さんの役に立ちたいって朝の犬のお散歩に一緒に行ったり、お買い物の荷物を運んでくれたり、お手伝いを頑張ってくれてるんだって。今回はお散歩から帰るの待ち伏せやで。緊張するな。あ、来た来た。あそこでお迎えしよう。ほな、お見方しに行くね。おはようさん。おはようさん。ママのお手伝いで散歩手伝ってくれてんの。偉いな、ワンちゃんお前に来てなんていうのかな、来てくれたよ。頭なでなで来ていいか。葵ちゃんの気持ちにお母さんはすごく感謝をしてるんだよ。よかったね。最後にみんなで記念撮影したで。もっと痛いけど安野さんはそろそろ帰らなくちゃ。バイバイ。葵ちゃん、これからもお母さんのお手伝い頑張ってね。バイバイ。大きいな、バイバイ。安野さん褒めらった。今度は誰のお家に行くの？ CM コーナーだもん。あ、さっき遊んでくれへん思ったらプリン塾行ってたんや。そう、個別指導のフリーステップよ。フリーステップは講師1人が生徒2人を指導するんよ。塾と家庭教師のええとこ取りなんよ。ほら見て、授業の終わりにはテストして、結果に応じた宿題が出るんよ。やったー、すごいなあ。プリンやっと出てきた。遊ぼう。遊ぶのは宿題が終わってからさ。じゃあらー、わしもプリンステップ行く。お電話はフリーダイヤル0120-59-1060。 まずは資料請求を。この番組は個別指導学院フリーステップ改正教育セミナーピアライフの提供でお送りしました。